キキリンは、日本の女優。戸籍名、内田恵子、旧姓、中谷。また、旧芸名は、結城千穂、東京府東京市神田区出身。二番目の夫は、内田雄也。間に、娘、内田彩子がいる。夫とは長く別居を続けていた。父は、薩摩美和奏者、錦色新流の中谷浄水。妹も薩摩美和奏者の荒い姿水。 その息子も薩摩美輪奏者の荒井しす水。父が薩摩美輪奏者というのは趣味の話で収入はないため、若い頃は警察官でキリンが幼稚園の頃は会社勤めをしていた。警察官時代は神田界隈を管轄としていて、その時神田人保町でカフェ、東方を経営していた母と知り合い結婚し、カフェの主人になった。一種の紐であった。 母は、父より七歳上で、二人の先父との間には、それぞれ一人ずつ子があった。母は、横浜市中区野毛に料理店、か納屋を開いており、樹木にとって、母方の実家にあたる。千代田女学園に入学後は、演劇部に在籍するとともに、食いっぱぐれのないようにと薬剤師を目指していたが、数学ができず大学受験に、あまり気乗りしていなかった。 受験直前も、そのような状況であったため、気晴らしとして、スキーを地に、友人のいる夕張へと向かう父についていくことになった。しかし、地元の子たちと滑っているうちに尻餅をつき、足を骨折したため、大学受験を断念せざるを得なくなった。この時、学校の卒業式にも出席できず、新たな一歩を踏み出そうとしている、同級生と家でじっとしている自分を比べて、絶望感や、 疎外感を抱えていいたというそんな時、戦後初めて三大劇団が、研究生を募集という記事を新聞で見つけ、どこか毎日通えるような学校はないかと考えていた。キリンは願書を取り寄せることにする。文学座、俳優座、民芸の順番で試験があり、一番早かった文学座の試験のみを受けた。一次試験は約1000人いたが、二時も通り、 1961年に文学在規制として付属演劇研究所に入る。長岡照子からは、あんたはね、耳がいいから入ったのよ。自分のセリフだけ覚えて言うんじゃなくて、人のセリフを聞いてるというように耳がいいことが合格の理由であると説かれた。有吉千方名義で女優活動をスタートする。この芸名は芸能界では勇気が必要として、 父親が考案し、地穂は、版画家の前川地穂から取られた。当時は、後年のイメージからは想像しづらい若者ファッションで、街をか歩していた。文学座研究所では、あんた、勘のいい子ね、来て、ちょうだいと、杉村春子の付き人を務め、1962年の、小津安二郎監督、サンマの味の撮影に同行。1963年、 文学座の分裂で杉村からあんた残って頂戴と頼まれ、1965年に文学座の正座員となるが、1966年に文学座を退団。1964年に森重久也主演のテレビドラマ、七人の孫にレギュラー出演し、一躍人気を獲得した。樹木は、それまで進撃にいて真面目な芝居しかやってこなかったんで、 森繁さんが本なんか無視して、どんどんその場で作っていく面白さに洗礼を受けました。森繁さんと杉村さんの違いは、森繁さんは自分で表現していこうとする人、杉村さんはもう書かれたセリフを言う。結果、名作が残ったんですよね。この二つを同時代に同時に見てきたわけですから、両方のいいところを取り入れていけば、まだ食っていけるという感じはしますと話していた。 2008年のこれ枝広和監督、歩いても歩いても、でキネマ旬報ベスト10助演女優賞を受賞した、際のキネマ旬報のインタビューでは、映画は、脚本が第一、監督が2番目、3番目が映像で、役者はその後ですよ。優れた監督と出会ったら、何も変なことをする必要はない。遅いけど、監督に何も、文句を言わなかった。 杉村さんの良さが今になってわかりましたと話した。1970年からレギュラー放送が始まった、大江戸捜査もアンタッチャブル第1シリーズで、占い師お虎役や、水曜劇場、時間ですよで不動の人気を得る。以降も、個性派女優として多くのテレビドラマ、映画、舞台に出演する。20代の頃から、老人の役を演じ、出演するドラマ、 映画などでは不景役が当たり役だった。1974年に TBS で放送されたドラマ、寺内勘太郎一家で小林亜生が演じた主役の勘太郎の実母を演じた。人年齢は小林より10歳以上若く、頭髪を脱色し、不景メイクを施し、当時30代前半のまだまだ若手との不自然さを隠すため、劇中は指の規定袋を外さなかった。 本作品の劇中において、寺内家の母屋でドタバタ騒ぎが始まると、自分の住む離れに駆け込み、仏壇の横に貼られた、沢田賢治のポスターを眺めて、ジュリー、と腰を振りながらもだえるシーンが話題となる。1977年4月1日、日本教育テレビから、全国朝日放送への曲名、会社名称変更を記念して放送された、特別番組、 テレビ朝日誕生記念番組我が家の友達10チャンネル徹子の生々10時間半完全性中継の中のオークションコーナー人間縁日で売るものがないとの理由で特に思い入れがなかったという自身の芸名有機地方競売にかけたこのことはこの放送前にスポーツ紙で報道されたこともあって塚公平から200万円で買うから そんなバカなことはやりなさんなとたしなめられて持ちかけられたこともあったが、これを断った。最初1円から始まったこのオークションは、結局2200円で通りすがりの東京、青山のオブティックを経営する服飾デザイナーの女性がこの名前を落札し、その落札金はチャリティーとして寄付した。落札した救命はこの女性から無償で2004年に、 女優の山田和葉に譲渡された。芸名の売却後、芸名を本名の内田恵子にすることも考えていたが、内田祐也が、俺の個性が君の芸に絡むようでまずいと反対し、改めて TBS プロデューサーの久世光彦らが同席して、新芸名を考える会議を行ったが、癖から、そんなイージーな役者は死ねと叱られたほどだった。その癖からは、 芸名が変わると誰だかわからなくなるから、買い戻してくれないかとも、母稽古という芸名はどうだ。年を取ったら、母に濁点付けて、母稽古だとも言われたことがあった。仕方なく、辞書を引いて、文字を拾いながら決めることにし、この4文字から、木や木が集まり稀な林を作るイコールみんなが集まり、何かを生み育てるということを連想し、自ら聞きキ麒麟に決めた。 しかし BS にテレ、おぎやはぎの愛車編で昨日か、ノーライフにて、この由来は後に受け取った、ある人物からの手紙に書かれていたことを気に入って、採用したものだと自ら語っている。本人は、危機感にもつながるような発音で、この五調にずっこけたような感じもあるから私らしいと、話し、音が重なるのが好きだったということで、チャチャチャリンとかでもよかったが、 これでは漢字が当てられなかったとも話している。ドラマ、ムー、ムー一族で共演したゴーヒロミとのデュエットで、お化けのロック、リンゴ殺人事件をリリース、大ヒットした。1979年1月、ムー一族の打ち上げパーティーが行われ、樹木は最後のスピーチを務めたが、その中で番組プロデューサー久世光彦と、近松屋の友子役の女優、野口友子が、 不倫関係にあり、この時すでに野口が妊娠8ヶ月であったことを暴露したことから、スキャンダルに発展し、騒動となる。関係者の間では、公然の秘密とされていたが、この場で、クゼはすべてを認め、後に正式離婚し、野口と再婚している。クゼは、この騒動の影響もあり、TBS を退社、制作会社、カノックスを設立する。クゼとは、結局、 1996年放送のドラマ、坊ちゃんちゃんまで絶縁状態となったが、樹木には周囲と険悪な関係になりながらも、クゼさんがああした状況の中でなし崩しにしょぼしょぼして、行くのが耐えられなかった、二人の気持ちを軽くしてやろうと思ったとの死にがあった。また、こうした場での暴露を非難する声に対しても、ああいう見せかけの優しさが、クゼさんをダメにしたと反論している。 1964年に俳優の岸田森と結婚するが、1968年に離婚。1973年10月に内田裕也と再婚するが、1年半で別居し、その後別居生活を続けていた。1981年、内田が無断で離婚届を区役所に提出するも、樹木は離婚を認めず、離婚無効の訴訟を起こし勝訴した。 その後は一年に一回連絡を取り合う程度の関係となったが2005年1月乳がんが判明して摘出手術を受けたことを機に連絡は一ヶ月に一回となり以降毎年1月は一緒にハワイで過ごすようになったという内田との間に一人娘の内田や,や子がいる1979年から出演したピップエレキ版の広告での横谷磯をピップ藤本会長との 掛け合いは人気を集めた。また、1978年から、富士カラーの CM に出演していたが、1980年に放送された、富士カラープリントお名前編では、お見合い写真を現像しに来た、客役の樹木と写真屋の店員役の岸本かよことの、美しい人は、より美しく、そうでない方は、そうでない場合は、それなりに映りますというやりとりが、 流行語となった。富士カラーの CM には40年にわたって出演し続け、2002年には消費者の好感度が最も高い女性 CM タレント1位に輝いた。2003年1月に網膜剥離で左目を失明したことを2004年1月に発売した長島茂夫との対談本人生の知恵袋で明かす。2007年には ドリームパワージョンデノンスーパーライブ2007に二人の孫と共に出演し、イマジンの日本語訳歌詞などを朗読した。2008年、四十五賞を受賞。2013年3月8日の第36回日本アカデミー賞、最優秀主演女優賞を受賞。そのスピーチにおいて、全身眼であることを告白したが、2014年1月16日に1年半ぶりの、 がん治療が終了したことを会見で公表している。2018年7月29日8月5日、放送のザノンフィクション、転がる魂、内田祐也のナレーションを担当した。8月13日、大腿骨を骨折したため同月15日に緊急手術を行った。翌16日に予定していた生放送への出演を見送り、電話で出演して状況を報告した。 2018年9月15日2時45分、東京都渋谷区の自宅で家族に見取られ、死去した。75歳を打つ。明名は、卑怯系寝台師。9月30日、東京都港区南麻布の光林寺にて葬儀が、取り行われた。同年11月9日から29日まで、風女フィルムスクエアで、写真展、11月16日から12月2日まで、 レスリーキー撮影特別展示、愛、キキキリンが開催された。2019年6月、初めて自ら企画も手掛けた映画、エリカ38が公開された。なお、樹木の死から約半年後の2019年3月17日、夫の内田も死去した。ありがとうございます。